変わった。変わった。オッケー。いいよ。やるで。オッケー。あー、落ちてる。え？あれ？落ちる。え、落ちてる。落ちかけてるけど、いいと思った。拾った。あ、落ちたんか。まだ生きるかよ。いっぱい、いっぱい切れだから。あ、落ちた。落ちた。フォームの問題。フォームの問題。待って。え、俺ノーマルフォーム。フォームの問題じゃないこれ。フォームの問題。まさか。絶対入ってやってみて。え、次じゃあちょっとアイオンさん自分パックか自分できたんですか。あれがもうちょっと。ホームの問題？なんだ？ホームの問題？ホームの問題来た。え、ホームの問題だったらなんか今話はなんか変わると。運営に報告してるか。ですよ。で、どんべいさんのホームどれだ？私これです。普通のホームの第1ホームで、さっきのが第2ホームだったんです。あ、ごめん間違えた。ジャンプしようとした。待ってよ。え、エビより止まってるな。じゃあ。え、ノーマルフォームでこぼすってこと？いや、でも俺もノーマルフォームだよ。ノーマルフォームで、でも落ちかけてるってよ。落ちかけてる、落ちかけてる。落ちかけてるね。入るには入る。今ちょっと壁に当たったから。え、次クラウドにやったらいいの？え？いや、クラウド、クラウド外したらもうダメだぞ。もう修正とかレベルじゃなくて。誰も調子伝わなさそう。ほら落ちた。ね、割と地面だったじゃん今。確かに。これができる。ほら。あ、強い。いや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 。これできる。これできる。クラドがかわいそうでしたないんけど。あ、終わった。それは強い。やべえこれ。9割に外れるもんね。うん。ね、9割。え、でもやばい。本当にフォームの問題な気がしてきた。あ、ちょっと待ってね。いいよ。いや、あと拾われてる。落ちないよ。え、じゃあ、あれか。俺が、ネギさんがちゃんと使ってるときはクラウド使ってダメなのか。ダメって何？ダメだね。ダメだわ。なんでだろう。いや、ずるいって。かわいそう。やばいこれ。避けれんもん。かわいそう。やっぱ、あの、上から落とすやつでカコンと落ちるに。あ、終わった。2回しか出せない。かわいそう。これって N 超級だと落ちないじゃん。あー、なるほど。超級は落ちないじゃない？落ちないね。うるさんぞ。いいじゃん、いいじゃん。あ、普通に受けられた。これ角度やば、それ。やばせ。ちょなりめぐれが。暴れてる。うわぁ。連携取った。あ、いや、でもちゃんと落ちる気配ないわ。え、マジ？マジ？うん、いや、なんか向きが全然大丈夫だったもん。いやーこれ絶対こぼす。あれか、もう当たった瞬間に下で待ち構えておいたらいいのか。こうやって。なるほど。なるほど、二段構えというわけか。ちょっとね、終わった。何この連携。あ、やったな。やったな。やばい、なんか出た。これずるくないか。超える。いや、マジで。いや、落ちないわ、でも、やっぱり。なんで？落ちかけてはいないけどね。落ちかけてる。落ちかけてる。なんでだ？なんで？でもなんでだろう。
困ったわ、イオンさん。あれ言ったろ。いや、なんならさ、地面に行っても絶対外せてたんです。あとよ。あとは、地面に行った。よかったわ。よかったわ、ってか。地面は外せない。ほら。こっちこっち。出てる。嘘だ。いや、でも。なんだ、めちゃ逆にさっきの約束付きでは私当たったんだ。落ちないよ、落ちないよ。なんでだ、なんでだ、なんでだ、なんでなんでだろうね。え、クラウドのフォーム、クラウドのフォーム、クラウドのフォーム、あの剣、まさかの、クラウドのまさか剣、あー、まさかのこと、まさかの、そっち剣、あれだよ、あの報酬をもらったバスターソードだっけ。いや、でもそれだとあの私のシャントットが理屈合わないですよ。あ、どっちもアイオンさんがクラウドで私シャントットで、あ、そっか、そう、バス、どっちもバスターソードだったのに約束の地では当たって、うんうん、実績では当たらなかったから、シャントットはちょっと当たる側やってみたいわ。殺される側、マジで一切見れなかったんだけど。ノーマルじゃないやつ、ノーマルじゃないやつ持ってきたらいい。いや、これだったら3-1とかでいいんじゃないか。なるほど、うん、ちゃんとテストリー、やったらどっちでもいいけど、これこっちでいいんだ。これどうしたらいい。これはどっちでもいいよ、もうちゃんと。これも落ちなかったもん。どんべえさんクラウド落ちなかったし。やってみる。私クラウドやってみましょうか。殺される側やりたいから。いや、俺もクラウドやってみようか。うん。俺クラウドやってみようか。クラウド3人。全員で。いや、何人にしよう。ちょっと待って、シャントと第2フォーム？第2フォーム。なんとかセットしないと。第二ってな、B？ え、違う、これ違う。待って、私もクラウド一応、あ、でも、私クラウド剣一つしか持ってない。剣。剣。これで、とりあえず。あるある。ハードブレイカーならある。なんでだろうなぁ。ねえ、なんでだろう。思いつけるわけが分からない。なんでだ、なんでだろう。マジで謎だなぁ。よしよっか。チョコボさんとフォーム変えようかな。チョコボさん、あのクラウディウルフですよね。バトルセットを選ぶポー。あ、マリさんのつもってた。剣か、剣か。いや、剣だとしたら私もクラウディウルフでハートブレイカーしよう。いい、バスターソードめっちゃ。でけえな、やっぱ、剣。てか、剣で負けてる感半端ないんだけど。うん、ドリブだ。召喚獣を選ぶクポ。あ、だとしたらこれバフッとしなくてシパにした方がよかったの。マジしてなんでだろう。てか俺クラウドする意味。確かに。怖い。悲しい。悲しいだ。私の足を引っ張らないことね。おはみなさい。よっ、たまるまでやろっかなー。じゃあやっと、あっ、それほんとクリスピーやばない。
やばいよな。ずっと思うわ。いやー、たぶんほんね。あれ、でもブレイバー3ダメって何だね、割れた。コア思ったらコアの回復どうなるんだろう。いや、普通にブレイバーからの攻撃みたいな。いや、そう、ただちょっと皆さんがこれあのでどんくらい割れるかなぁ。いや、でもこれで3回出てきた。いや、でもこれやってかあ、あ、オッケー、あ、溜まった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 。俺の存在いいわ。行くぜ。お、惜しいね。え？惜しいね。マジか。じゃあ次私。あ、人気は本当に怒られるよ。普通に落ちた。普通に落ちた。あ、落ちないわ。人によって落ちる落ちないから言ってる。人によるそれ、その人がなんか言いすぎない。人によるか、人によるなんかの自然と起こってるみたいな。ほら、ブレイバー3回で割れるんすよ、コア。え、まあ、やっぱブレイバーか。ブレイバー3回で割れた。なんか4回って聞いてなかった。いや、4回はない。最速割りがどれかなと思って。普通にブレイバーでいいと思った。早い、普通ダッシュブレイズ、ブレイバー払うの溜まった。溜まった、はい、あ、ちょっと待ってね、ちょっと一個こわ。おぉ、最速なるんかな。普通に早いと思うんだよ。あ、間違えた。うまい。出ないな。落ちないね。お？コート D だよ。お？なんとか連投だった。落ちないな。落ちないね。不安定だけど、まあ落ちないは落ちない。マジで？え、いや、こっち不安定でもない。うん、安定してた。全然落ちない、真ん中にいる。なんかありえない距離から決まってたやつ。うん、確かに。ラグとか、ちょっとしたラグ。うん、それはありそうだよね、やっぱ一番。この技何？ちょっとした。あ、これ。あれか。いいやろ。へぇ、こんなんだろう。かわいい。イエーイ。同じこと考えてる。で、あれ。あ、落ちない落ちない。落とそうなんだよね。でも落ちない。落とそうなんだよ。じゃあちょっと一段多かったら落とす。こんな持ってくの。マイストシールでなんか5000くらい持ってたんだけど。やばい。え、びっくりくらい持ってたよ。うん、あ、ちょっとあれ、5000くらいまでも稼ぐね。え、マイストシールでやったらやばい。やばい。あ、やめた。本当にいいかも。リベムレ乗ったらもっともっと。ちょ、一回ネギさんもうちょっと削って。オッケー、いってくれない。で、マイストもうちょい。マイスト。シルブレで。3400。やばない。え、え、だって普通これでもさ、なんかもうフレーム入れ替わったぐらいで勢いだったけど。やばい。 3000はびっくりなんだけど。
N でも一緒だよ。マイストシルブレでこんな行くの？せこない。いやだからやっぱシルブレ使った瞬間マイティ使った方がいいんだね。ねえ、やっぱその方がいい。シルブレ単体とかだったら全然いいね。マイストだって、マイストシルブレやってガリュー一回当たったらどんくらい？あ、なんか2000円ぐらい持ってきた。あった。やべえな。1000円ぐらい、ほんと。ゴリゴリゴリ。そんな持ってくの？2人とか巻き込んだら、すぐ救助する。もう6000円とかいった。あら、これ、誰かコアに上級で、上級全部やって一段回るか。あ、なんか。最後なんか最後の技で当たったんだ。リミットブレイクでも結局1段。頑張らないもん。ゴリゴリゴリ。これだけでこうなるでしょ。あ、終わってた。いやでも落ちたか。まだ招待来てない。アイオンが次ファーストフォーク。わかんない。え、やってんのかな。いやでも招待来ると思うんだけどな。うん、ケイさんやってる？ LINE 見てねえしな。確かに LINE 見てないわ。ライン携帯を見てくださ。あ、ごめん、言ってました。だから実は私明日お仕事なので早めに抜けなければ。いや、12時くらいまで。さて、どうしようか。ちょっと待って。あ、やってきたらいいよ。アイオンさん、次ファーストフォームやってみます？ファーストフォーム？最初のフォーム、これでもしもそこ抜けたら、やっぱり人によってフォーム説がある。このノーマルタイプで。あ、井上さん行ったわ。行った人だったじゃん。あれ、行ってたりしてたんだけどな。あー、パーティーの方オフラインだ。あー、よし、ちょっと待ってね。じゃあ、二人で行きますか。オッケー。どこだ。オッケー、送った。間違った、バットボタン押してた。あ、チョコさん入ってこっち。間に合った。ネギさん間に合った。祈りさん、じゃあもう祈りさん来るまで。こんばんは。お疲れさん。お疲れ様です。おつぽんです。そしてこっそり送ります。寝てんの？フォロー。なんか来ましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰？そしてこれで拒否られたらとても私が悲しみもあったけど。あ、来た来た来た。何する？別に戦う？あ、ちょっと一回最後にアイオスのフォーム替えを。うん、ちょっとフォームだよ。あと一人はコム。いや、いない。いない。ちょっと検証班なので。2対3。楽しい。いや、俺ナイト勝つごっかな。
ガランだ。あれなんだ。はい、今検証中だし。とてもいいよ。ガランのも。ガランみんなわかんないから。北海道しか行ってない。特典みたいな。そうだ。いやでも本当なんでだろう。え、そっちにシャントっていいの？あ、一応自分やってるよ。え、これ普通に戦うやつ？いや、これ検証。なるほど。そうそう、あのリミブレ超級がさ、シャントと落ちるがさ、出た。俺の画面で見て。人によって落ちる人と落ちない人っていう。あの謎。いや。謎なんだよ。絶対じゃないんだ。とりあえずガタイ剣持ってみた。召喚獣を選ぶ。普通のバッターソード。あ、いのりさん、あれコンボ見つけた？バンダイの。いや、やれることをやるだけだ。見つかったね。仲間というには頼り投げかしら。こう見るとなんかストーリーモードだよね。忍耐さん。確かに。とても直ってる。長ジャンプかわいい。ダメだね。それ入んないんだ。距離当たるの確定してたらいけるかな。あ、当てた。そうなんだね。当たるの確定してればね。ここら辺でちょっと遅いな。うん、当たんねえもんだな。当たんねえな。そうなんだよね。そこ。あ、ごめん。そこでも当たらない。そこもダメなんだ。たまった、たまった。こうなるとやっぱり。アイロンさん行くよ。ごめん。はいよ。落ちた。落ちた。落ちた。なんか落ちたんだ。落ちるわ。落ちるんだけど。相性。これなんか安心感あるな。相性だな。落ちないね。落ちないだろ。相性か。相性落ちない。あ、同じそうじゃん。そう。相性だな、これ多分。相性。え？こんなエスとかあるじゃん。絶対落ちない。悲しすぎる。これシャントとなんかコンボなかったっけね。あ、ごめんなさい。いいえ、じゃあ避けてくれてありがとう。知識なんだ。かしこき。ちょっと減らしていいですか。削ろっかな。減らせ減らせ。なんか。間違えた。もうびっくりした。いや、すごい。落ちるね。悲しすぎる。あやさんも消える。え、ちょっと待って、それやって落ちるでしょ。じゃあ落ちる。落ちた。あ、そう。倒された。レトリはさすがにあれか。レトリは当たんないぞ。落ちはさすがに無理か。ノーマルは入るじゃん。初めて落ちた。落ちたね、今。落ちるな。なんだ。突き当たったんだけどね、なんでだろう。わからね。わからね。とどめのチャンス。これくらいの距離かな。ちょっとここに追い込まれてる。消える。あ、
間も合わせるの難しい。仲間の近くで戦う。はい。バンダイ解決に入るからな。終わった。落ちた失礼あっジャンプだあやさんもっかいもっかい自然から入ったこの辺だっていや落ちた抜けた落ちるねこの辺落ちる落ちるねはいはいこれちゃんとっとだから落ちんのそうあよけれた普通のキャラじゃダメなの普通のキャラはダメキャラだったら全然超キャラ使わないジタンとかいけないちょっとちっちゃいから確かにジタンもダメだったあそうなんだ、うん、シャントとだけマジうんちょっと削りますよめっちゃ削れたちょっと削れたマイヒットシルプレイいや俺これ自衛艦がねえけどなトルネードじゃないリミットブレイクたまったアイオンサイクよトルネード当たってもきたわ近かったらダメなんかなちょっと離れるか、うん、おめえ巻き込まれるよあやばい巻き込まれるいくよいや落ちるよマジで。かわいい。いややばいな。でまあ一応やってみる。時短？ちっちゃいキャラでやってみようか。オニオン？ちっちゃいキャラ。ああ。むしろこれ逆になんで1回目当たったんだろう。本当に、ね。うん。スピードの場所。場所いやそれはやべえなもうそこ行ったらやばそうもういろいろなんかいろいろ出てきそうなんだなんだろういやまあとりあえずオニオンと私これどっち行けばいいんだとりあえずとりあえずカードに出しといてたらでネギさんが自分にやって落ちたから同じようにネギさんクラブで行ってもらったらあれかオッケーいやなんでだろうチョコさんもアイオンさんもクラウドじゃない感じですいや逆にアイオンさんからドンベイさんでアイオンさんさっきクラウドだったっけ両方やったうん両方やったねうんで落ちたドンベイさんが落ちたからちゃんととかあやさんクラウドでいいんじゃないかな。で、いやクラウドもねやったの。クラウドもやって、私もシャントットもクラウドもやったんですよ。うん。じゃあいや、時短持つわ。時短。これじゃあオニオン持つかちっちゃいの。うん。ネギさんクラウドってことは私は何でもいいってことだよ。うん。ちっこいのねえよな。いないな。オニオンだわ。あ、でもこっち一人ちょっとじゃないや。クラウド。チョコボさん、リオさん計画。クラウドの頭が一致した。バトルセットを選ぶこと。一匹クラウドじゃないといけない。なかなか来ないんだけど。しかも自体にするんじゃないの。マスです。まあオリオンとジタンってどっちの方が背ちっちゃいの。オリオンじゃない。ジタン公式ではクルーと同じ身長で。えマジで？
170cm ですよ。あ、ゼタン勝ち負けてるからやばない。でっかちょっとチョコボさん一回試したいなんだけどいい？いいよいいよ。うんあーちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、壁が欲しいんだ。もうちょっとここら辺か。間違えた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 、もう一回。岩の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 。はいはい、どんどん。あのクオリティ落ちないのかな。あ、これ、これ地上近いからダメだね。いや、多分落ちないな。落ちないっぽそう。ジャンプで落ちる。なんでクラウドさんに出てこないんですか。マジでな。え、平地でも。え、平地でもジャンプで落ちる。あー、壁当たんねえな。これ、うん、これ、いいんじゃないか、当たんない。マイブレーダメパターン。え、ダメだ。でもクラウドジャンプ一番低いからね。そうなんだ。キャラ近すぎる。これ、あの、先にジャンプしてると当たらないんだけど、同時落ちだと当たるって感じ。違うみたいな感じ。あ、それ一番いいかも。いや、それ、それやるとさ、ダッシュキャンセル。いや、いけなかったな、それ。ザエアロかな、やっぱ。グリザラは避けれるわ。変化出た。時間溜まった。そこ溜まった。ここでクラウド。いや、そんなに浮かないのね、それ。うん、本当に浮かなかった。あ、ごめんごめん。いや。うん、普通に当たるね。おぉ、当たるね。普通に当たってるわ。普通に当たってる。ラナフェルの位置から痛いな。ラナフェル、大きいな。大きい。すごいね。今のファイヤー。いやー。大きい。今のファイヤーからエアロ。避けられませんでした。ちょっと後ろにバックかな。あの壁ドンした後のエアロ。なるほどね。多分ここら辺です。あ、全然削れない。お、ほんとね、そっぽどこ。おー、成功してる。回避できない。これディスティングされたらやべえ。これできるかって言われたらできねえよね。いや、できねえと思う。でもこれさ、今ブレイブ戦ですよ。うん、あ、でもそっか、やってみようか。うぜぇ。やべやべ。だいぶ取るわ。残り57よ。これマイスト入ってれば一撃だぞ。余裕で取る。なんなら多分、あ、やばいやばい、壁ドンしてほしいんで。そうだね。もうすぐ当たるぞ。行きましょう。あ、エアロが。そうね。タイプできるね。やれだ。やばい。やすぎる。マイキー、マイキー乗ってないのに。ちょっと近いんじゃない今の。おかしいな。ヘルメット、角度の問題かな。仲間の力
そうなんだよね。遠すぎて避けれるんだよね。そう、難しいな。これ下まで行くんだ。この崖の下まで。召喚獣を呼べるクボ。ちょっと。ちょっと回避できてるから、もうちょい近いぐらいか。あたりはんてがいい。え、やばい、艦隊数がやべえ。あと一人欲しいな。普通にあと一人欲しいんだけど。確かに。あと一人。フロロンさんか楓さんいるかな。14やってたね。まあ、呼ぶのは。呼んでこようか。呼んでこよう。結局このメンツかー。呼んできまーす。フロロンさんも楓さんもボイチャイやったら来てくれるかしら。まあ全然来てくれると思うよ。まあ、あれでも楓さんもうオフになってる。あれ、あ、チョコマさんチーズケーキありがとう。あ、いえいえ、美味しくいただきました。いえいえ、俺も一口もらったわ。うまかった。俺はうまかった。うん、一口もらったわ。苦手なパターンか。とりあえずフロンさんあれだな、一緒に呼ぶか。そこら辺の人もほぼ初見なんだけど。フロロンさん。フロロンさん。初めまして。同じフォロワーだから。フォロワーじゃない、同じ FC だから。ちょっと楓さんもフロロンさんも一回送ってみましょうか。楓さんも落ちてたんじゃないかな。落ちてるのかな。あ、一応送ったよ。じゃあ車でやってるか。オッケー。はい、いや、わかんない、どうするんだろう。そうくるか、かわいい。フロロンさん来ねえな。ダンジョン中かな。愛する心。かもしれない。私のことが好きになる、好きに。何カッコつけて。おはろー。まやかしの希望なんか。
いらない。そんな補助でもダメだ。この3人揃うことないよな。あったらダメだ。あったらダメだ。確かに。あったらな。しかもこれか召喚獣。どうしようか。なんか俺ボッチなんだよ。ハーレム、ハーレム。ハーレム。ちょっとグラズメやめてもらっていいですか。面白そうな顔ぶれだな。こっちはいつでも本気だよ。出番だよ。やらせてよ。やった。出番だよ。でも私、これじゃなかった。いけいけ。ヘイ、頼むぞ。よーし。コアが出るっぽ。おいで。出番だよ。終わりに行けるっぽ。怖い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 。仲間の近くで戦えっぽ。発動せなかった。ヘイ、エッ。相手。届かない。消えるんだ。頑張っちゃった。マジ練習にはなんかやってる、なんかやってる。やめの前スキルが使えるっぽ。いや勝った勝った。怖いんだけど、なんかやってんだけど、ゲーム終わってるー。やっとこれ楽しい。あーダメだ。おー今のグラゼル悔しい。ヨコさんはグラゼル楽しい。次は頑張るんだから。怖い。私も送ったからもしかして迷ってるかもしれない。報酬を手に入れたくぽ。うん、なんかそんな感じする。あ、来た。お疲れ様です。お疲れ。今ルームマやってるんですけど気持ちいいかな。唐突に。はい、やっぱりダンジョン打てたか。予想通り。じゃあまだやる、まだやるか。何でこっかな。キャラクターを選ぶこ。変える人もいないね。じゃあ。またのキャッチを選ぶこ。見えたそれは。じゃあ。対面に味方がいるわ。そうだね。対面に味方いるわ。対面に味方がいる。リアルツーバーから。うん、リアルツーバー。パーティー結成っぽ。
世界に皇帝は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 私一人だ。世界に世界に皇帝は私はせよ。私は肝たらそう。あ、生きてる。つがえるは一瞬よ。者どもかかれ。召喚獣を選ぶこと。戻されたぞ。マジで。え？みんな落ちた。ルムマ、ルムマ解散。俺一人なんだけど。え？ホーム画面戻ったな。地獄の力、とくと見よ。やべえ、やべえ。あ、重い。あ、重い。やべえ。暗黒に果てよ。フォアが出るっぽ。俺よく食うやつだ。フォアを割りに行けるっぽ。めっちゃ食らっちゃった。でもハメ、あ、ハメでタイミングだ。ここって思ってた。いいな。すごいな、面白い。弾がすごい。やめてかけて。うわぁ、ピタゴラ手伝いだ。ピタゴラ面白かった。ピタゴラ手伝い。やべ。セッションに参加でいいの？うん、セッションに参加で。はいはい。あ、障害物ゲーム。あの、キリさんは手続きとか。うわぁ、みんな返したんだけど。すごい勝ったから言ってきゃ言ったけど。クリアめっちゃ巻かれてて、ガスで食べてて、折り押されてて、シンプルで、おでん。これ、普通、絶対ピザに低い。もうなんか、よけることですか。まっ。ダメやばい。フォアを割りに行けるっぽ。とかこれ時間10分とか結構長いのか。敵が召喚したっぽ。闘病を取らせ。確かにこれはやばい。え、てかフロロンさんのとこもなんかやばいことだった。どうした。これ以外死んでる。私にひざまずけ。これはあかんやつや。死んでる？
外涼しいな。部屋ちょっと暑い。部屋暑いよね。この部屋。暑い。暑い。部屋レボレル？いやレボレルって寒いんだよな。別にレボ入れなくてもいいけど。あれ今回の逃走の。BGM ってなんだっけ？現実はそれほど優しくないんだ。なんか始まったの？なんか始まったの？何使ったの？猫かな。え、みんな始まっちゃった？アイオンさんやる？あれ、アイオンさんもいなくなった。2対1。いなりさんやる？これで、これでいいですよね。いや、多分これ使うんだな、チョコだ。じゃあ2対1やろうぜ。2対1。1は、1がいのりさんだった。グドアイオンさん。いや、でも、どんぶーさんがさ、めっちゃキロキロしてんだけど。私、アイオンさんの名前見え。アイオンさんの名前一切見えないんで。マジでちょっとやる。え、バグってんの？一回落としたらいいんだ。一回落とした方がいいのかな。101が始まった。これかなぁ。いや、チョコさん、多分これ使うんだろうなぁ。あ、ほら。呼ばれたぁ。マイブラーも。それは逆にあれだなぁ。ちなみに、モロに出る。おぉ。あ、ミラクルみたいな。だよね、そうなるね。あ、一瞬でいらなかったなぁ。燃えちゃったぁ。リジェネいらんかったらマジで。リジェネいらん。というかこれアイオンさんと別に逆タッチ示し合ったわけじゃなくないかこれ。私のところ見えてました。うん。あ見えたか。私アイオンさん見えなかったんですよ。マジで。右下にすら映らなくて。何打ってやるのかなって思いながら。あほら。あほら。落ちる。なんでだ。読んだのに。ちょっと私あれだ。あの落としてきます。あれ？ミパリ？え？今イノリさん。なんだこの。ちょっと再起動してきます。こ。なかなか当たらない。ガッツリ行かれる。よいしょ。マイナスなんだけど。まだまだ。スキルが使えるっぽ。いやー。仲間の近くで戦うっぽ。よしよし。いやー来ると。いやちょっと待って。マジで。え、ちょっと。あ、早いや。いっぱい。普通にいっぱいだこれ。いけずの。フォアが出るっぽ。ダイヤモンドダスト、シバ！当たるか、いや、本当。うっ、ダメだダメだよね、ラメダに対してステップしちゃいけないね。スキルが使えるっぽ。
ただいま。ボンブさんめっちゃ強これ。え？見えないところで一体何が？やば。4200人。仲間の近くで戦うっぽ。あれ。コアが出るっぽ。ジャストが出ないんだよね。なんで？うわ。コアを割りに行けるっぽ。ボンブさんめっちゃ強。何？ああ。仲間の近くで。やべえ、本物よりも長かったけど。やばい。あ、ここがニパリだ。ね、ニパリだよね。間違えたし。仲間の近くで戦うぞ。いや、なんだ優秀。やばい。ちょっとダメだわ。反撃した方がいい。ガードか。反撃した方がいい。仲間の近くで戦うっぽ。あ、やべ。コアを割りに行けるっぽ。イエーイ。うわ、僕さ、それは避けられなかったぞ、今、たぶん。駆け引きだな。仲間の近くで戦うっぽ。え、次。なんで出るの？あ、やばいわ。くそー！仲間の近くで戦うっぽ？ジャストなんで？すげえな。早いのかな、そのが。ああ、なるほどね。早いんだ、そのが。いや、仲間の近くで戦うっぽ。人間マジだよ。うまっ。仲間の近くで戦うぞ。なんか煽ってんだけど、やべえ。このドンベさ、煽ってんだけど。やばい、ちょっと私の強気なところが見えてしまったか。ラムザやべえな。敵が召喚しそう。仲間の近くで戦うっぽ。ちょうどいい。ニパリだな、こわ。ニパリなんだね。うん、うん。え、今の完璧だったと思うんだが。ちょっとマジで対策だな。うん。仲間の近くで戦うっぽ。あれ？あ、入ってこない。あ、この。なんでそれ？撃ってよそれ。なんなんだよ。バグった。どんどん行かんだ。お、私がなんかまたやらかしてな。コムって名前でしたね。コムって名前でしたね。え、ちょっと分子の術使ってる。分子の術頑張って。 MP 消費して、消費して頑張って。あ、終わった。ゾンが飽きぬ狩りだったぞ。やって。